ぬかきバイバイ。どうも、ニューボーです。今日もレート制約ってか、レート制約乗せよ。まずは。二都高校もできてないのに走ろうって夜みたいなもんやから。まず今日レート制約乗せよ。でもな、今のメンバーで正直厳しいかもな。どんだけ俺の PS が上がったとしても、武器持ってなかったら、ただの村人 A なよな。あー、どうしようかな。ということで、じゃがじゃん FP 行きまーす。強い選手が足りないならば立てばいいということで、やっていきましょう。まあ、狙っていきたい選手的には、やっぱり本若手ゲットできなかったバストーリー、スカバッカー、この青と緑で、風間くんとハゲね、狙っていきたいな、みたいな感じ。ゆえに向かい向きましょう。イタリアラン行くぞ。レオンチャンネルはラリーガの選手よりもセリアの選手に憧れた。行けイタリア、イタリア、イタ、イタ、イタ、スペインか。はい、じゃあビニシウス終了、やったオッケー、全然オッケー、全てがマルコ収まってます。おっぱいおっぱい、両腕をがっちり組み、こっちを見ているこの男、ビニシウス終了。やばい、カラオケオールよりもジュニオール。どうもビニシウスです。てか、まあ一個だけ言わせて、ちょ、ビニシウスちょっと長かったら、またウィンガーか。ウィンガー多くない？いや、もうレビューをさせるぐらいウィンガー来たけど、どうするこれ。まあでも普通に今回の目玉やし、俺使ったこと一回もないから、もう結構普通に嬉しいわ、ガチで。ってことで今回ジュニオースリートップのてっぺんに置いてから使って、おっ、というかレオちゃんのこれもしかして、そう、こちらジャンピエロ・ガスペリーニがスリートップと化した、今ウィニングイレブン界隈で最もブイブイ言ってる監督、ジャンピドエロ・ガスペリーニ、もうこれゲットしたんで、これも今回ついでに使っていきたいと思います。てかこっちがメインです、もはや。まあこれガチガチに縛り切ったスカートとかやったらさ、監督の底力からこれ出ると思うから、まあこのガスペリーニが名称なのか名称中なのか、これ確認してやりますよ。まあそのようなものも前回の方で補強したメンバーをバコンぶち込んでるんで、もう誰誰みたいな感じなんですけども、もう早速ね、もうやっちゃいましょう。はい、もうレギさあ、行くぞー。こっちはな、レート1393というところ行ってるからな、もう寸止め食らってっからな、もういい加減出すぞ、おら。ずーっとここへでシコ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 しとるやからさ、もうそろそろピュー行っちゃっていいでしょ、1493、ありがて。お前を倒すことによって俺はレート1400に行く、ありがとな。なんか基本的にてっぺんなんてそっから組み立てればいいよみたいなこと言おったから、だからビーシュースジュニオールにガンガンボール渡して、そこからこう特殊ダブルダッチでキャキャキャって煙巻いて、で、そっからなんかペペペペでシュート打ってくみたいな感じでやっていきたいと思います。はい。行きましょう。オッケー。でも中盤なんかもっとあれなんかな、ビエラとかセンドラミッドに出した方がいいんかな、ここにしてみようとなんかバランス的に。なんかもうガン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 前行った方がいいんかな、みたいなね。まあ、初ジュニオール起用というのも楽しみであるけども、まあ、ジャンピエール・ガスペリーニがどんなもんか、それが本当に楽しみ。ジャニオール、あ、ジュニオール、スルーパーディスキル。いいパス、どうすんや、お前。ムバペの胸を貫くような、魔漢交差砲みたいなパス出ました。ぶっ飛ばされちゃいました、結果的に。ビエラ、いい高い位置。落ち着けー、いかいか、そこはちゃんとパス横ですよ。ベーダー、長足。ありがとうな、ゴムゴムのルフィいました。マッペ、出てるよ、もう、ジュニオール。ダブルチ。いや、嘘でしょ。え、なんか、あ、惜しい惜しい惜しい。お前、フィジカルコンタクトだから逃げんなって今いけない。いや、いけない。終わった。お前、井上頼む、忘れてくれ。よっしゃ、バカめ。おいおい、そんじゃそこらのゴールキーパーと一緒にしてもらったら困るで、こっちのオリバーカーはこっちのこうやつ。やばいやー、おまたゆるゆる。オリバーカー、三角座りやめろ、お前、体育館ちゃうぞ。おい、交渉戦での話聞くときもやってないけど、こいつ。おい、アナルだよな。これは、綺麗なトンネルじゃん。まあ、ちょっとオリバーカーがぶっ飛んじゃったんですけども、でも一瞬で俺分かったよ。これね、攻めやすい。あ、ミスった、ごめん。攻めにくい。全然、カス。ナイス、チャローバー、オッケーオッケー。でも冷静に行こう。ちゃんとボール繋いでいく。ああ、落ち着け、落ち着け、ほんとに。待って待って。もう精神状態ぐちゃぐちゃすぎてうまくやれてない。まずはベッケンバーガーここでしょ。どうやってあげようかな。あ、いいね。ここのビーラーじゃないか。これ、マップ使って。で、一発無理やから。そう、ジュニオール、すれば、ここ、ナイス、伸びきれてきた。ここ、セカンドプロ捨てて欲しかない。いや、きついか。ゆっくり繋いでいこうか。やっぱポゼッションの監督やからな。ちゃんとボール繋いで、そこから隙を見つけ、縦パスを入れ込んでいくと。こちらから。いや、空いてるね。隙の糸見えました。伸びき、こっち。そう。で、ま、ブワークソったれ。あれ、ジュニオールからの系でよかったかな。ムワッペからジュニオールのパターン行きたかったけど、あれやらかでよかった。おや、ベッケンバーはナイスボール出して素晴らしい。泥棒さんムーブ。こちらと、ここ、ビエラから、縦パス入れちゃうね。で、ムワッペから、ダブルッチ。すいません。いや、ちゃーだ、これ。やればいけるけど、全然いける。いや、マジでいける、マジでいける。まあ、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっとの微調整さえ詰めば、もう完全に俺のもんやから。てか、さっきの鼻水吹いたせいで、もう手がベトベトする、めちゃくちゃ。なんとかしてくれ。これさ、いけるよな、ジュニオールから。ここ、すいません。ナイス、いいバサ。ここはロビキン打てる、入る。いや、ロビーさーん。いや、もうマジで、もうシュート入りなすぎて頭キンってなって、ナイス、ビエラ、いい場所にいるじゃねえかよ。ここ、ロビキンいけるか。いや、待て、もう一回だ。で、こっから、そうそうそう、フライする、フランスじゃなくてもよかったか。ビエラです、いい位置。で、こっから、ベンベルフ、スローズ、ムバペ。キックエンド。ダブルダッチ。打てるなぁ。キー足や、足で足でお前、慎重に自陣にやめてくれ。お前、どこかへと届かんだろうがよ。ベケンバー行って。いや、ワンチャン張りそうじゃね、メンバー結構熱いからね。ジュニオールジュニオール頭使わん、全然。おっピエロちょれ絶対入らん
一人で重たい重たい、おいペナルティーエリアで新しい一番が展開されたぞ、これってことでガッツリ沼っちまったんですけども、感想としてはこの監督強えわ。サイドハーフなりなんなりからもうセンターフォワード、セカンドトップ、どっちかにボールを渡したらもうあるわ道が、すでにだから、あとは俺はその道を歩けてないだけ。もう通学路ぐらい安牌のコースがあるのにそこにパスを渡せてないから、そうそうそう、あとはもう小学生でもできることやるだけ。オッケーオッケー。ってことで後半からはエーリングホーランド、エーリーエーリーエーリーちゃんでやっていく。でなんかちょっとこの辺にジョレンズとか添えてサイドからの攻撃とかを狙いつつやっていこうかな、とりあえずな。オッケーオッケー、いけるけど、全然いけるよマジで。ムバッペ、フェンベルフ、無理か。ビエラ、ここはこうだ、ナイスビエラ、完璧な読み、冴えまくりですね。こっからホーランド、ムバッペ、一回ジュニオル、ボール決めちゃう。いやー、そこで持ってくれたらもういけたねー。来るな、こう来るな、こう来るな、絶対来るな、来るな、こう待って待って待って、危ない危ない危ない、こう。ベンゼマローキさせまくると怖いな。うわ、ジュニオルから絶対勝てんやろと思ったら勝れちゃう。これ見入れの難しいところで、ムバッペ、ジュニオル拾って、ドリブルドリブル、ちょっと重たい、やめてくれ。向こうのピッチで足踏みた瞬間急に重くなる、きつい。ベストは、ちょ待ってくれ、こっちの来い、こっちの重た来い、来い、フィルドフィルドハウスを、いやいや、平等に行こうぜ、チャルバ、こっち、いやー、スルーしちゃっとりますやん。どうするこれ、スルーもすみません、終わるくね。ベストは、足伸ばせ、身長が長いって素晴らしい、女の子にモテるしな、これでセックスちょうだい。ヨナタンタ、フェンベルフ、サイドから中で、こっからビーラ、オッケー、で、そう、一回やっちゃうと、くたばち、やんなきゃよかった。ビエラ、待て、これ無理やから、もう一回、ビエラ。で、こっから立て、そう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 、いけるな、マペ、ほい。で、ジュニオルから、ここ、ホラド、前向け、いけるいけるぞ、ボール前、うわ、くそ、あそこのチェンジで、うわ、マペ、お尻アタック、引っ張って、引っ張って、いや、お前、デイジーとビーチ見習え、ちょっと待ってくれ、ターが、これは間切りますね。オッケー、こんだけメンバー組んどったらさすがにいけるはず、ジョレンテアスピード速い、そこでやられないと間違いがなさすぎ、いやだ、ボール泥棒。でもね、76分やろ、まだある、まだある、あなた、同点くらいまで全然ある。こっからチャロバ、読まれてない。まだ開ける。ホーランド、ここ。いやー、パス出てる、パスずれ、今回。時間なくないこれ、マジで。ホーランド、一回、ヘニング、頑張って。ナイス。で、ジュニオルがボール持って、そうそうそう。ナイス。エピリオム。いや、もうスルーパスが出るまでにあいつが回転してくれると思ってポジショニングを。回転せんかったやから、あいつ。やってよ、自分の方でさ、スルーパス来るから戻んなきゃとか。戻れや、ちゃんと。門限守れ。チャロバ、じゃあ、ジョレンって後ろ後ろ。待って、俺、シブラ見られてる。ペケバ。あー、まっすぐ、キレンは、あ、危なかった。ちょ待って、もうなんかめっちょ待って待って、ビエラボール寄って、あ、ムバッペ、あー、もう一発ホランだ、これでいけるの。いや、なんで言うこと聞かんのかにゃー、おかしいにゃ、みんな重たい、そしてもうスムーズに攻撃的だったら勝ち目ないって俺は。あー、もう何これ、ワチ現象はでかい。あー、どうも皆さん、こんにちは。すべてを理解した男です。どうも。いや、ちょっとね、やっぱジュニオールセンターフォワードバーン使ってみたけど、ちょっとなんか、うまいこといかなかったな、やっぱりな。で、そして大体の攻め方は、これもちゃんと頭入りました。この状態で私は最低限を見つけました。それがこれ、センターフォワード、マルセロ・サラス。もう、これこそまさに、誰誰みたいな、エクソ、エクソってなっちゃった、なんかそのレジェンドなんですけど、ワンパーマンチーモチボックスストライカー、まあ、こいつをてっぺんに置きまして、で、ここジュニオールはここをやってもらう、間違いない。ドテッペンよりも、ちょっとサイドぐらいがいいわけよ。板の遠みたいなもんですよ。前田敦子というより。まあ、フェンベル若干調子悪いが、ここは、ジョレンテぶち込んで、ゲロイカの匂いがプンプン仕上がるゼースカットですね。オッケー、了解です。で、ディフェンスに関しては前からガンガンやってる感じやと思うんやけど、前からそのままガンガン板全然キャラとさやられるから、落ち着い、やばいやばいやばー、危ねえ、ジュニオール止め、頑張ってけ、守備も頑張る、ジュニオール間違いない。いや、お前もええってそこまで頑張れていいから、多少人任せろ、チャロバ完璧、頼ります。オッケー。で、サラスから、こっち。いやー、お前甘く見てな。サラス甘く見て、見積もり通り。え、取れるぞ、取れる、取れない。で、こっからジュニオールまだ行ききらないで、タブレッジ抜いてくるから、ちゃんと中に人いっぱい詰め込んで、オッケー、オッケー、オッケー、そういうことよな。人がいる、ボール蹴る、当たる、当たり前のことだろ。しっかりメンバー組み込んで、そうそうそう、取っちゃ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 う、危ないよ、手を挙げた。あんだけ人ビッシュ自体でボール触れてどういうことだ。ロナウジーニョファインや感じで、球取りに行け、やめろ、ナイス、オリバーカー。マジこれオリバーカー V6 たまらん。ジョレンテ、ロビキン、一回こっち、そうそう下げて、立てます、アイドル、ムバッペ。よっしゃ、いいサラツじゃね、これ。完璧、センターバックに重ねちゃったら動けねえよなー。相手の意表と点結ついてやりましたよ。これがハッキリしよう。マジサラツでございます。ありがとうございます。こっから、やばい、なんで抜けたこいつ、撃たないで、危ない。危なかったのだ。ナイス、ベッキンバーはいいパスですね。まあ、こういうとこに行こうやつ。ごめん、ミスった。ジュニオル、ドリブルドリブル、見せよう、ジュニオル。今のとこトラップでかいとなってるけ。ジュニオル、ボールダッシュできちゃった。すごい。なんか、ボールダッシュ狙ってるの取りましたよ。パスずれとるかな。最近こういうの多くない？パスずれるとかさ。そういうなんか、その、普通の人間でもできること。こういうことやっていかないと。球速に忠実。これ非常に重要よ。ベッキンバーは、これ戻って。ナイス。じゃあ、無理だ！無理やん、こんな、マジで。強くないっすか、オタクのワンツー。なんか、どうしようもなかったんやけど。てか、なんか、で、サラス落として、オッケーオッケー。これ一回、チャロバからサイド流して、で、ジョレンテ。そうですね、キーン。ここ出せる！バペ！バペ様！バペ！
あれ、個性とがやったんや。びっくりしたよ。完全にボルトと思ったら、いや、目の前にあるよ。ヨナタンタ最高。ライバルアップでもいいと。こっからピエラが上がってくると考えて、そうそうそう。で、サラス、前向いちゃう。いいね、バッペ。来た来た来た。金。ホスケ、キープしろ。で、前向け。うわー、くっそ、ぐるんぐるん。もう背もたれしちゃえばいいんやって、相手のセンターバック、お前落ち着けって、マジもゆったりしちゃっていいんだから、ゆっくりしていっていいんだからね、ほんとね。ナイス。で、ベンタコはナイス、かかと。男はかかとで語るぜ、背中と。バッペ。ここ、完璧いった。え、なんでボールが、ビエラ足長。で、ロビーキンが、キープいった、足伸ばすな。ちょっと、くそやらかした。指が外れた。タルマ作るぞ。オッケーオッケーオッケー。ここまで読んだら問題ね。ここの問題もね、ターがいるた。マジ、かまわん、かまわん。ロビーキン、ここ、サラス。こっち、天才。このパターン、ま、きつい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 。こっち、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 そうそうそう。で、サラスが、はい、はい、うわー、やるしかない、独自のやつだ。不要抜き切れ、これが独自のユーソン決定力だね。これであと10上げてくれ。うわー、ボール入れて、うわー、なんで近接世界のジュリオなんか決めそうなシュート決められてや、ふざけんな、このやつだお前。決定力がないジュリオなんていらないっていうキッズがあふれ返るぞ。みんなサトシみたいになるぞお前、好みなんとかせ。まあでもここは一回心をしっかり整えて、その状態で落ち着いてやっていこう。ホーランドっていうカードを決定力をとりあえずな。でライスも一応絶好調というところもあるから、これもうハードプレスダブルでいっちまう。うちのジャンピドエロガスペリーになんといってもね、得意なことパイズリなんですよ。センターバックと中盤でギューってやるのが得意だから、これもハードプレスでガンガンここ詰めまくってやっていこうかなみたいな。で今回ライブアップデート A のムリエルとかも入れちゃう、入れちゃう、入れちゃう、入れちゃうか。いや、こと今週に関しては無理やる、無理 X エリアからさ、やってもらいましょう。もうとんでもない理不尽叩きつけてもらおう。でかないです。こっち。うん。ジョレン。ちょっとなんか、スキル10日持ち多くない？個性被っちゃうんだけど、もう個性じゃないよ。それ、没個性だよ、10日はもはや。それで、ナイス、ここで取りに行けねえ。こいつドリブル自信人が、なるほど。ってことは、このデイビスを切り返してこんのかーい。はいはいはい。で、これボールトリック。オッケー、完璧、取りどころ完璧。で、ここからセンターフォワード、サラス、サイド。来たな、ホーランドの道が開いてるぞ、PK フォワード。無理。すげえ、フィネス、ほいほいほい、チャカチャカして、ジョレンテ、ナイス、ここで一回食べ作って、間に合い、打て、サラス決めてくれ。いやでもなんか結果的にいい感じの攻撃できとるから、あんな感じでなんか攻める時も急がずにゆっくりやっていく、マイライフマイライフ、サラス止め、いやボックストライカーを空中で止めてきた、もう、ジョレンテ、ジョレンテ、おらー、お前の範囲は何か教えたのか、前方不注意、顔面崩壊、どうでもいいけど、バカロン食べたい。サラス、いっちゃういっちゃういっちゃう、これいっちゃうよ。あ、なんだ、クリだ、これね、ビエラか、いっちゃう、ビエラにはビエラ、メインはハオイ、ケツにはケツ、アナにはアナル、サラス、ジュニオール、いいパスだ、ブリエル、ここから、こっち見て、そう、で、ホーランドが、一回落として、相手が、焦ってる俺か。すぐになんか守備やるにしても、ちゃんとなんかこうね、切って切ってやって、で、張っていくと、そういうことですね。ベスター5はできないですが、サイド流すと。ジョレンテが、高校、な、ビエラ、頼ませ、頼ませ、入るぞ、オーケーオーケー。で、サラスから、あそこのジュドリブルの、ほい、パス、ムリエル、ほい、ほい、サラス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 、走って、オリバー・カーンからサイドですね。サイドちゃんとボール流して、ジュニオールがボール持って、ちょっとドリブルしちゃ、あ、ミスった、ごめん。ごめん、別に。まあ、さっきの鼻水の手がまだ治ってないわ。ムリエル、通せるか、いける、サラス、止め、止め、ひよってるやついる、あいつだ。あ、だ、ビエラ、ビエラ、ひよってるやつしかいない。いいか、ビエラ。おつけおつけ、これ誰が誰が誰が誰だけちゃんと切っといて、ポーランドでバカンやめて、ナイス、完璧。来たな、サラスのとこ空いとるぞ、お前らの悪いところよ、ここが。さっさと走ってけ。ほら。スルーパス、ムリエルがシュート、完璧。人はこうやって殺せ、おしゃー、ポジションで監督でありながらカウンターをバッチリこなすことができる、このチャンピオンガスペインコさん、最強だー、いかへんのかい。間違いなく言えることがあるぜ、チャンピオンのガスペリーニは、俺たちだって、サーターサリーと、今週見に行くとするか、新世界の景色をよ、レーティング1150は超え、元1400カンボスとかやったんやけど、何これエスパーのオチみたいなやつ。後半無理やり使って感じでやっていくか。で、相手は、うえぇ、出たね。マスカットに関してはいつも通りキモいんですけど、俺が欲しかったセンターバックと超取るな、こいつはムカつくぜ。俺はな、有能センターバックと筋の通った鼻は全部潰すって決めたら行くぞ、おら。すぐに精神ぐちゃぐちゃにしてやるぜ。むちゃくちゃあっち行ったらこっちで、陰謀みたいな流通の人に、やばい、あっぱっぱっぱー、中来るぞ、いやー、お前お尻見せんなや、ふざけんなよ、もうお尻出して一等賞な、昔の話じゃん、ジョレンテ、つけ、ここいける、ロビー、若干重い、いや、バストーニー、うぜえ、マジで、もうこのおっぱい胸やろ、うわ、ムーブアップ足出したけど取れません、なんかもっと体ぶつけたら取れません、ボールは、いや、パスコース切ったぞ、このマンチャル、ジョレンテ、いや、こいつマジでクソ、早々に1点取られたのはだいぶでかかったぜ、こりゃ、なんでビラ、チャラバー、ボール取ってくれ、回ったらマンチャルぞ、ここがサイドくる、サイドくる、サイドくる、チャラバー、ビガー行こう、つこもつこも、これ行って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 、ここで行かなきゃいいっていく、そういうことよく言ってくれた、ロビーゲン、ここから縦サラスを経由してムバッペダブルダできない、なら
完成。素晴らしい、もう背負う能力半端ない。で、こっからサルス押っつけ金打ってダメだ。いやー、だからといってボールを逃してもダメだ。どっかしら、これがっつりこれで終わる。た、もらった、しっかり。お前人殺しただけかよ。ビエラ、おっつけ1点取り返そう。この後半のうちに。まずは縦パスぶち込みたいな。ナイス、ロビーキン、ボール持て。いや、いってね、いってるよな、いってるよな。サース抜いとるな、マジで。お前ギャップを見て、サース抜いて、サース、うわー、入んないよなー。いや、このサラスのなんかレジェンド界でも埋もれてしまうほど彼の薄さ、これがうまいこと功を奏して、相手のなんかそのディフェンスの裏かけ取ったから、これ生かしていこうぜ。いけるいける、マジムバッペがボール持つやん。したら多分サラスが勝手に、サラスじゃない、今回はロビキン。で、一回落とし、サラス。ここだ、いや、バッセード微妙。お前、あとちょっとロビーキンよりボール私投げることはできませんでしたか。仲間へのパス出してやろうぞ。いや、これレーティング的に同点とかでもガッツリレート持ってかれるけど、これマジ勝たないから、普通に。スーパーサーブぶち替えて。やっていくしかねえやろ、これ。これマジこいつに1点取られたら失敗やったらもう開幕で。だってもうこっから全然攻めてこんと思ったらめっちゃ攻めてきた。で、ベサゴはおつけ。これ取れる取れる。いける。ねえ、取れない。いや、個人個人で負けちゃう。ねえ、ジョレンテ、ありがとう、ディフェンスもできちゃう。あー、ボールないよ、ジョレンテ。ベサゴ、やばい、オッケー、ペラ蹴るな、おつけ、ここからすみません、そうそうそう。で、ジュニオールがボール運んじゃう。いけるいける、お前だいけ。で、縦パス無理やる。ここからそうで、サラスがボール持って、ホーランドが抜け。何、ジョレンテだと。俺たまたまか、決めろ、ゲー。あー、カットされちまいました。ペラ突っ込んでやれる。よっしゃ、それでこそビラな。お前、こいつの特性なくなるや、そんな言い出したら。殺人鬼職失うって勘弁してくれまして。いや、でもよ、俺、さっきも言ったけどさ、今日はビニシウス・ジュニオールが来てくれた最初の日だわけよ。こいつセンターフォワードで、最後点取ってもらおうぜ。やっぱどのようなアニメ、漫画でもね、登場回っていうのは、そのキャラクターが大体活躍するわけよ。お前は死にキャラでね、今日活躍して本物のヒーローになるんや。66分だろ。時間は大いにあるぜ、マジでよ。何でもできる。昼休みからあるから、全然やれちゃうから。ほんとなんかそれは、友達じゃないこと友達になるからあるから。ジュニオール取れるか、アバンチャルぞ。こいつもうすでに鳥籠始めてる、まさか。あはそのまさかやん。ほらと、池取ってくれ、忘れ物落としもあります、そこに。うざすぎる、マジで。ちょっと、いけるか、ビーラ、取れる、取れる、ナイス、いける。チャラバ、おつけ。一気逆。で、無理やるから、ジュエル、一回渡すぞ。で、これ、こねて、する。お前バカ、お前バカバカ、バカ、ほらと、いやだ、シュート決めて。お前マジでな、反抗期とかやめてくれ、マジで。お初回から最初から懐いてくれ、ピカチュウみたいなパターンやめてくれ。いや、ヨランさん、あ、待って、チャラバ行っちゃダメ。これ落ち着いてね、その上で、ね、点差離されたらもう終わりだから。終わった終わったか。俺は死んだのか、もう終わったのか。終わって、終わった。終わってない、まだ終わってないぞ、終わってないぞ、終わってないぞ。無理、ダブルチェンジ、終わったやだ、負けたくない、やらせてくれ。いや、てか相手のファウルやじゃん、俺が前ボールでよくない。ジュルル、ボールドイ、ここから、ちょ、落ち着け落ち着け落ち着け。カンパス、ここ、いける、無理、走っとる、完璧。ここから中入れて、そう、ホーランド決めろ、ホーランド、お前らホーランドはやめ、センサー爆弾してないんだ、絶対負けちゃいけない、それがホーランドの予想戦。こいつ、こいつ